よいしょ、よいしょ。愛知県企業で7番なんですよ。それだけですね、経済のつながりはむちゃくちゃ太い。でも去年ですね、台湾から日本に行ったお客さんは420万人、愛知県に来たお客さんは24万人、まあ、ちょっと少ないんだということなので、これだけビジネスの、ね、つながりはもう日本で一番強いんですね、愛知県と台湾で。ですからそういう意味ではもっともっとその潜在力があるので、我々しっかり PR すればですね、もっと多くのお客さんにね、日本にそして愛知に、ね、来ていただけるというふうに思ってます。